はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日はね、中学受験国語知識聞き流し、ね、部首をね、一気に、85個やるっていうね、テーマでやってみましょう。すぐやりましょう。今日やるのはね、部首ね、全部一気にやります。もう大体分かってる人はね、すぐ答えちゃってください、ね、で、一通りやってできないものだけ意識してね、どうしても出てこないってやつだけちょっと意識して、覚えてからもう一回やってみてください。とね、もう一つか二つしか覚えてないっていうのがないっていう状態になりますから、でそこまで来ればもう大丈夫ね。いつでも思い出せるようになります。さあ、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあこれ辺からいきます。こっちね、これ辺です。さあ、これ海、そう、山水辺、土地。さあ、これが図部首です。土辺、そしてこちら習慣の慣、これ立身弁。さあ、階段の階、これ小座と辺。さあ、休む。さあ、これ人弁。柱。木偏。強い。勉強の強ですね。弓偏。さあ、これは。これ獣偏。手帳の帳。幅と言います。幅偏。特別。これ牛偏。牛だね。さあ、冷える。二水。姉、女偏、か、虫偏、航路の航、船偏、貯金ね、これ外でいいんだよね、これね。ね。さあ、そして粉、米偏、話す、ごんべん、道路、足辺、駅、馬辺、眠、眠る、目辺、砂、石辺、球、玉、王辺、孫、子辺、あと、行人弁、打つ、底辺、腹、これ肉付き、服、これは月偏です。体に刺さるもの、体に関わるものは肉付き。体に関係なければ、月偏。秋、示す偏。触、耳偏。球、糸偏。町、多偏。斜、示す偏。衣偏。車編。さあ、これで編は終わり。これ作りいきましょう。ね。右側が作りです。さあ、こちら別、分かれる、立冬、動く、これ力ね、印、これ節作り、収入、これまたそのままです。射る、射撃の射、これ寸、そのままです。形、これね、こっちね、作りはね、そう、これ山作り、都、これ大里です。さあ、これ鉾作り、斧作り、の文、ルマタね、これは攻撃するときに使うね。これあくび、これ見る、トマス、機関車トーマスですね。フルトリ、
これ鴎外。さあ今度冠です。上のとこね、草冠、鍋蓋、初頭、老いる、老い冠、鵜冠、穴冠、和冠、網頭、雨冠、竹冠。さあ下、今度ね、足、劣化、兄、人足、ね、左官、これ皿。さあ心ね、これ下心、核、火。さあそしてここね、周り。さあ囲む、国構え、門構え。ただしこれはここが部首になる、口、問うね、聞く、ここもこれが部首、耳。さあ包む、これ包み構え、ここ、これね、隠し構え、何を隠すのかね、これね。さあこれはこことここね、こうね、これ行構えね。さあ最後、尿。さあこれ心尿、走るってことね、歩くか。今度これで立てる、遠尿。さあこれ走る、起きる、操尿。できなかったものだけ今度意識してね、やってみてね。はい、ね、三髄、土編、立身編、小里編、人編、木編、弓編、獣編、幅編、牛編、二水、女編、虫編、船編、大貝、米編、ゴンベン、足、馬、目、目編、石編、古編、行人編、手編、肉付き、月編、乃木編、耳辺、糸辺、他辺、示す辺、衣辺、車辺、立冬、力、節作り、また、寸、山作り、大貝、あ、大里、矛作り、斧作り、のぶん、るまた、あくび、見る、トーマス、古取り、これ、大貝って、これもこれも大貝って言ってたけど、これ、なんて言うんだっけね。ちょっとね、後で入れときます。これは、これも大貝だよね。で貝も、あ、本当だ本当だ、あ、すいません。でちょっとこれ後で入れときます。草冠、な、鍋蓋、初頭、老い冠、鵜冠、穴冠、和冠、網頭、雨、雨冠、竹冠、劣化、人足、皿、下心、火、国構え、門構え、口耳、包み構え、隠し構え、行構え、心尿、遠尿、創尿です、ね。あとはもうできないところだけ意識してね、まあ覚えなきゃいけない時だけ覚えればいいでしょう。では今日はここまでにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。